潜水艦 U-12 の甲板上の FF-29 フリードリヒスハーフェン FF-29 は第一次世界大戦中のドイツの2座席の水蒸気である。1915年1月15日、潜水艦 U-12 で運ばれ、海上から離水した。1912年にフリードリヒスハーフェンにゼッペリンで働いていたエンジニア、テオドール・コーバーが設立した。 フリードリヒスハーフェン航空機は、ドイツ海軍の水蒸気を製作したメーカーである。フリードリヒスハーフェン FF29 は120馬力のメルセデス D2 エンジンを積んだ軽量水蒸気である。1914年11月に海軍での運用が開始され、30機ほどが作られ、沿岸警備や偵察に用いられた。小型の爆弾を搭載でき、 1914年12月24日、イギリス沿岸のドーバーのレイバンロードに1個の爆弾を落としたのが、ドイツ機によるイギリス本土爆撃の最初であるが、怪我人はなく、物的損害もほとんど与えなかった。1915年1月15日、FF-29 は潜水艦 U-12 の甲板上に固定されて、運ばれ、海上から離陸し、 イギリス沿岸も偵察し、ベルギーのゼーブルフヘに帰還した。ありがとうございます。